皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日はスイングで、ダウンスイングの際にこのコックをリリースするタイミング、について説明をしていきます。このコックをですね、ほどくタイミングが先にほどいてしまうとダフリやトップの原因になってしまったり、また飛距離ロスの原因になってしまいます。基本的にゴルフのスイングのインパクトという形はですね、アングルを変えてみていただくんですが、このようにダウンスイング入ってきた時に右の肘というのは体にまだくっついているのが正しいインパクトになるんですが、どうしてもボールが当たらない方というのはですね、当たらなくなってくる方というのは右手でこのように当てに行ってしまって、このラインが大きく開いた右腕が伸びてしまうようなスイング、ダウンスイングをしてしまうケースが非常に多いです。今回はですね、このリリースポイント、正しいリリースポイントを覚えるための練習法をご紹介していきます。正しいリリースポイントはインパクトでこのように作っていた右のこのポジションは体にくっついてきます。ここからダウンスイングで初めて右腕が伸びてきます。これまでは右の肘というのは一切伸びてきません。ただ当てに行きたい、こういう動きになってしまうと右肘が伸びて、ここのポイントインパクトまでのヘッドスピードが加速して、フォローのスピードが減速してしまうような形になってしまいますので飛距離が上がってきません。今回はですね、このようにティーアップをしていただいて練習をしていきます。右の手のひらは、この薬指と、中指の2本だけで下からこのようにクラブをあてがっていただきます。手のひらはこのように開いていただいて、この側面をしっかりとこの手のひらで押さえているような感覚を作ってください。このように下からクラブをあてがって手のひらでこのように握っていただいて、このようにコックを90度、肩のラインぐらいで作っていきます。ここからダウンスイングで打っていくんですが、この時に右の手のひらでしっかりとグッと押してあげてください。その時に手のひらはもう離れていきます。それでは一度打ってみます。肩から肩です。もう一度いきます。この2本だけで下から支える。そしたら手のひらをしっかりとクラブにあてがっている感覚を作って、コックを作り手のひらで押していく、このようになってくる。このスイングができることでフォローでの大きさ、右腕の伸びというのが作られます。リリースのポイントが正しい形になってきますので、この練習方法、何度も繰り返し行って通常スイングに取り入れてみてください。正しいスイングが作られます。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。